ピンポヨヨン。ついてる？キャマミンさんでございますよ。今日もコロナウイルスに負けるな免疫力向上ソングやっていこうと思いますね。今ね、これを男はつらいよあるじゃない、トラさん映画の。あれでトラさんがやってる単価倍って方法あるでしょ、向上って言われてるやつ。まあ地口っていうね、いうのもあるけれど、そうセールストークというか、あれをあれでこの歌を紹介してその歌を歌っていこうっていうのもいいかなと思ってね。今ライオンマルキングさんに鉢巻きつけて、あの叩き売りの棒みたいなの持たして、そうそう、それで長く休憩取れる時とか家にいる時とかね、またそれでやっていこうと思いますね。はい、まあでも今日は今は走っちゃってるので、ええ、こんだけ引いて走ってればね、あれでしょう、いいでしょうね。まあそう思ってやっていこうと思いますよ。じゃあ免疫力向上ソングいきますよ。せーの、ついてるねったらウイルス予防、密閉密集密着サキャラをついてる、睡眠取れよ、ついてるねったらマスクしろ、ついてるねったら手を洗え、ついてるうがいもしろよ、ついてるねったらよく笑え、体を温めてバランスよく食事して、腸内環境を整えて免疫力つけよう、ついてるたまみん、ついてるねったらヘイヘイホー、あなたの心に火を灯す愛と光の伝道師、ついてるたまみんさんがお送りしてまいりますよ。どう、はい、そんな感じでどうでしょうか皆さんね、これ歌って免疫力をつけてね、コロナウイルスに負けない体を作っていこうじゃありませんかっていうことでございますよ、そうトラさんの工場ってあれですよ、さあお立ち会いっていうふうにほらやっぱ始まるのあるんじゃない。例えばほら、まあ始まりだったら体や一流デパートの赤木や黒木や白木屋さんで目に後ろにつけたお姉ちゃんにください頂戴でいただきますとっていう風な始まりのやつなんじゃない。あれでこの曲を紹介してやっていこうと思って、そうそう、あれをねほら、物の始まりが一ならばっていうのあるんじゃない。国の始まりは大和の国、島の始まりは淡路島、泥棒の始まりが石川の五右衛門なら、博打打の始まりは熊坂の長藩、続いた数字が2、3、寄ってらっしゃいは石原の株みたいな感じのやつをガーってやって、この免疫力向上ソングに入ろうかなっていうのをやりたいなと思ってるんですよ、ずっと。これ全部ね、覚えて練習してるの今。そう。だから、カンニングペーパーなしでやってるのよ。まあ、見えないから分かんないかもしれないけどね。いいんです。それをほら、今、ま、鉢巻きっていうか、タオル見たくに巻いてるような感じのライオンマルキングさんあったでしょ。そう、これでやっていこうと思ってますね、皆さん。よろしくお願いしますよ。そう昨日はね、仕事結構遅くなっちゃってね、そう、その後でもほら実家の母親の生活必需品だったりとか食料だったりとかね、買いに行かなきゃと思って一回、まあ、自粛の中静岡に行ったわけでございますよ、で行ってね、買い物行ってなんて思って、隣じゃない、途中パーキング寄ってトイレ寄った時にね、チラッと見た時にたまたま宝くじ屋さんが目に入ったの、なんか気になって、あれはまだ開いてんだと思って、この自粛ムードの中なと思ってさ、でまあちょろっと寄ってパッて見たら1枚100円でさ売ってる宝くじがあって、これ1等がね1500万円なのって、そう、もう1個1等が1億円で1枚200円って売ってるのがあって、バラでその安い方100円のねやつ1枚100円で10枚のバラ1500円分を買ったの、そうそれをまた財布に入れてね、拝んでるわけでございますよ毎日、そしたらそこにさスクラッチも一緒に今やってて、あスクラッチがあるなと思ってね、どうしようかなと思って1枚だけ、そうスクラッチも1枚200円だけど1枚だけ買ってみたのよ、どんなもんかなって、その場で削ってすぐ当たり外れ分かるからさ、でちょちょって削ったらさ、それなんと200円当たっちゃって、ああと思って、ラッキーだと思ってさ、じゃあこの宝くじも当たるかなと思って、そのもらった明細を宝くじに挟めて財布の中に一緒に入れて拝んでます。そうそう、まあね、それでまあ実家行って買い物して帰ってきて、
それで、コンビニ帰り寄ってタバコなかったんでタバコだけ買ってね、あとほらね、家にいてちょっとたまにはね、週1ぐらい、週1ずつが、まあビール1本ぐらいは飲みたいなと思ってさ、ビール買ってこようと思ったのよ、缶ビールをさ。そういつもだったらスーパードライにするんだけど、まあスーパードライも買ったんだけど、なんかねプレミアムモルト、モルツ、あれが気になって、そしたらさ2本パックになってるのが売ってたの、なんだろうと思ったら、なんかサーバーみたいなのが当たるよみたいなキャンペーンみたいなのがあって、その場で分かるって書いてあって、そううんと思って、まあ買って帰ってね、で家帰ってほら飲みたいなと思ったから、その紙破いて中から出すじゃない、でその切り取り線みたいなのに従ってビッて破ったらさ、ちょっと破けちゃったのに、まあいいやと思って、したら中にシリアルコードが書いてあったから、ああまだこれシリアルコードを入れて当たりか外れか分かんのかなと思ってたのよ。でまあバーって飲んで、ふーんと思って、その紙もう一回チラって見たら、なんか上の方が黒くなってるってのがついてて、よくよく見たらそれ当たりって書いてあって、あ当たりだなと思ってさ当たったと思って、あラッキーと思ってね、またそれでもう応募じゃないか、もう当たってるから、それだから必要なことだけ記入して、あ電話でね、QR コードついてるからそれでやったら2ヶ月後ぐらいにお届けしますみたいな話になって、まあラッキーだなね、やっぱりこの間から調子いいなって言ってたから、1円最初にまず拾って、5円拾って、10円拾って、宝くじが1万円当たったじゃんこの間。そうでしばらく宝くじも何も買ってなくてさ、でほら車の修理じゃないなんじゃないで、あお金かかるなーなんて思ってて、あーあーなんて思ってたけど、まあね、それで言ったらほらまた昨日は200円に当たって、で1枚しか買ってなくて200円だからね、効率いいでしょ。そうそう、それでほらビールのその2本パック買ったら当たりだったっていう、それ画像載せようかね、ここね、うん、入れてくよ、この7分18秒かい、ああ、ああ、そう、そのくらいのところに見て数えれないでしょ、やっとくやってくる、上がりますよ、当たりはね。そうよ、うん、なんでね、やっぱりついてんなと思って、そうどんどん良くなってるなって思うよ、自分でも、うん、ちょっとまたね、やり方を変えたというかさ、生き方を変えたというか、YouTube で出てくるかな、出てくると思うけど、ハッピーちゃんって方がいらっしゃいましてね、ラッキーさんとハッピーちゃんのハッピーちゃんじゃない方ですけどね、うん、他の方のハッピーちゃんっているんですけど、その方の動画見させてもらった時に、その瞬間その瞬間その瞬間で、本音で、そう、それをその本音で思って、それをできる限り行動して、結果は気にしない、期待しないっていうやり方、そうを取り入れたの。まあここ2、3週間ぐらいの話だったけどね、そうそれでやり始めたのよ。そう、例えばだから、なんか問題が起きる、問題じゃないけど、なんかこう起きるじゃない、考えなきゃなんないようなさ、悩みじゃないけど、どうしようかなって時に、そのどうしようかなって思ったことが神様の試験ではないわけでさ、どうしようかなって思って、そのことに自分の本音はどうだって思って、その本音で行動するわけよ。例えば誰かに電話しなきゃなんないとか、例えば誰かにこう言わなきゃなんないとか、自分はこう思うっていう意見を言う、そう、自分はこうしたいんだってことを言うってことよ、まあ、その人に意見言うだけのことじゃないんだけどさ、そういうなんか行動をなんかして、例えばどっかに行かなきゃなんなかったら行くとかさ、行って行動して、その後の結果がどう出るかは期待しないってことよ。結果、その結果、結局自分が、あ、やっぱりそこで我慢しなきゃなんないような結果になったら、その我慢しなきゃなんないことは、それここで初めて神様のテストだったり試験だねっていうことだよねっていうことを思ったのね。そうそうそう、
で初めからなんかあってこうであってってなった時に自分がさ、いや俺は本当はこうなんだけど、まあしょうがないな、これ我慢するしかないなって思うことは我慢だから違うよねって、それは試験でもなんでもないただの我慢じゃん。そう、その動画で中で紹介していたのは、内容はあのイベントがあってそこに行きたいっていう人がいて、なんだけどもう枠がいっぱいで取れないと。でもたまたまそのスタッフの枠で一枠取れたからラッキーだと思って行けると思ってたんだって。なんだけどその枠が取れたんだけど、そこの泊まりね、宿泊施設があって、でもそこの部屋が空いてないと、なので相部屋になっちゃうよって言われたんだけどっていう話になったんだって、うん、でそこまでなってた話で、でその人からしてみたら行きたいけど相部屋は嫌って思ってた。そう、でもそれしょうがないから神様のテストかもしれない、試験かもしれない、試練だねって思ってそこは我慢しちゃおうかなと思ってたんだって。でそのハッピーちゃんがそれ違うでしょって。そう、何かっていうと、あなたの本音はそこに生きるってことはそれは嬉しい、でも相部屋が嫌だっていうでしょ。その相部屋が嫌だってことはそれを我慢するしかないよってことだけど、そこで行動しなきゃならないことって何かっていうと、そこの主催してる人とかその部屋の割り振りしてる人とかに、いやすいませんって、行けるのはありがたいんですけど私一人の部屋がいいんですがどうしても無理なんですかねっていうのをしなさいってことよ。そう、で相手にどう思われるとか、そんなわがまま言ってとか部屋がない中どうのこうのって思われるとか思われるとか、そんなのは考えなくていいの、そんな結果だから。それはそう、それでもしいやこれだけやっても無理だったからさごめんね一緒でっていう話になったら、そこで初めて神様の試験だよねって。これなんかね、そこは絶対そうなんなきゃいけない風になってるわけだから、まあ、それはそれで受け入れよってことよ。そう、それをやらずにもうできた起きた出来事に対した結果でもすぐ、いやこれはもう神様の試験だから我慢しなきゃいけないみたいな、それは違うよってことを伝えたいなと思ったんです、はい、いやそこで一回行動を起こしてからの結果を期待しない、全部ぶん投げちゃうっていう方法。そう、だ全部手放すと本当に楽っていうのがよく分かった、はあ、もう変な執着すると大変だから、もう結果気にしない。例えば今回だって俺車一回出して治んなくて戻ってきた、でも月曜日もう一回やらせてっていう結果になったんだけどね、明日だけど、ね、でもそれもいちいちもう引っかかんのやめたの。そうで、あまりにも連絡来ないともう自分から連絡してどう思われようが、相手にどう思われようが、とりあえず聞いたりとかするのはね、持ち主だから当たり前じゃん、オーナーなんだからさ、でしょ。でもさ、そうそういうのが遅かったりいつやるよとかっていうのも分かんなかったりとかすると、不安になって、なんだろうどうなってんだよって思っちゃうんだったら、どんどんもう聞くとか、そういう行動を起こすっていうようなことを言いたいなってことを言ってるわけでございますよ。そうで、そう、例えば誰かと話してて自分がこう思われるの嫌だからこういうふうにやろうとかさ、あるじゃない。でも誰にどう思われようとかってわからないわけで、10人通りだし人それぞれの考え方があるわけだから、だから自分が一番本音でいける生き方が一番いいなと思ったの。そう、それをやりだしたら俺すごいなんかだんだん自分が調子よくなってきた、うん、イライラも減ってきた。そうだからいいなって、調子いいなって思う、そんな塩梅のここ数日のついてるともみさんでございました。そしたら今の仕事に誇りが持てるようになった、楽しくなってきたそうよ、そんな感じでございますよ。はい、じゃあエンディングいきましょうかね、ちょっと長くなっちゃったんで。エンディングどうしようかね、まあ、エンディングはいつもの感じでいいのかな。いいことあるぞあ、ついてるともみん、すごいですね、だからジョージです。これ最近やってなかったのでね、はい、この動画をご覧くださいました皆様に、全ての良きことが雪崩のごとく起きます。本当に起きますよ。ついてるともみんさんでした。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。次はね、またライオンマルキングさん使ってその工場やりながらやっていけたらいいなと思います。そんな塩梅でした。じゃあね、バイバイキン、ウィンウィン、いいことあるよ本当に、ついてるね、ついてるついてる。